ノルウェージャイクルーズラインはアメリカのノルウェージャンクルーズラインホールディングスのカジュアルクラスのクルーズブランド。1966年にノルウェージャンカリビアンラインとして創業。ノルウェージャンのクルーズは世界各地で展開されておりアメリカのクルーズ会社の中で大手の一角を占める。その中でも食事の時間や席が決められておらずドレスコードもないフリースタイルのコンセプトで知られている。 2010年時点では全世界のクルーズ市場の約8%のシェアを占めている。ノルウェージアイクルーズラインは2010年に香港の現金香港が買収して以降、アジア以外全世界のクルーズを担当するスタークルーズグループのクルーズ会社となっていた。しかし、NCLH の主要株主は2016年時点で現金グループアポログローバルマネジメントとなっており、 さらに株式売却が進められていき2018年3月に両社とも売却を完了した。これにより、スタークルーズとノルウェージャンは現在グループ関係ではなくなっている。2020年2019新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により他社とともに長期間の運行停止を余儀なくされた。ありがとうございます。